じゃじゃーん。全然違う。ここまでの差があると楽しいね。うんうん、皆さんこんにちは、あさひです。今日はですね、またまた福袋の購入品をねご紹介していきたいと思います。で、前回あのタリーズの福袋をねご紹介したんですけれども、今年はもう一つコーヒーショップのですね福袋を購入いたしました。それがじゃじゃーん、こちらでございます。ドトールの福袋ですね。こちらを購入いたしました。私のイメージ、スターバックスとドトールっていうのがやっぱこの年始のね福袋でこう注目されているイメージがあるんですよ。で、ドトールってどんなんなんだろうって今年初めて見たんですけど、一番実用的、無駄がないっていうところが私的な感想でございます。まあ見ていただければね、どういう意味なのかっていうことが分かると思うんですけども、ドトールの福袋は、大きく分けて2種類ありまして、1つがドリップカフェセットで、もう1つがコーヒー豆セットというものがねございます。で、それぞれあの金額感とかがねいくつかあるんですけれども、今回私はですね、一番まあ初心者ということで、どちらも一番安いタイプのものを購入しました。こちらがコーヒー豆セットですね。お値段が1800円で、通常価格と比べると1160円お得みたいです。そして続いてこちらが、ドリップカフェセット、もうすぐさまにねこうコーヒー飲めるよっていう簡単にね飲めるアイテムなんですけども、こちらが、2100円ですね。通常価格と比べると700円お得みたいです。ではでは、まずはこちらのドリップコーヒーセット見ていきましょうか。もう早速なんですが、じゃ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 ん、西さんのね富士山があって、松竹梅的な感じのマークがあってっていうね、結構しっかりとした箱に入っていって、じゃじゃーん、もうあふれんばかりにたっぷりのねコーヒーが入っております。まずはこちら、ハワイ粉ブレンドコーヒー、ドトール直営農園のハワイ粉を使用している、フレンチロースト深入りですね。香りとコク、あと苦味、すっきりとした口当たりが絶妙なブレンドコーヒーになっているみたいです。これが全部で10回分。そして続いてがこちら、ドリップカフェレギュラーコーヒーですね。ドミニカ共和国、グアテマラ、他なんかそこら辺の粉が入ってるらしいです。こちらも全部で、10袋ですね。そしてまだあるんですよ、ハイローストの中深入りですね。コーヒーの自然な甘み、酸味、苦味がバランスよく調和したドトールの代表ブレンド、あ、これがドトールのコーヒーなんかね。これも全部で10袋っていうことで、全部で30袋の、ドリップコーヒーが入って2100円という価格となっております。ドトールのコーヒーが味わえるっていうことで言うと、まあいいかなと思ったので、普通に欲しいと思ってこちら購入いたしました。で、他にも3800円の60個パック、5400円の90パックっていうセットもあったりとかするので、いっぱい買ったら買った分かなり1個あたりの単価も安くなってすごいお得になってるので、コーヒーは好きだけれども入れるのちょっとめんどくさいみたいなね人にはねすごくおすすめなんじゃないかなというふうに思います。ちなみにこのドリップ式のセットにはですね、特にあのドリンクチケット等ついてないので、もう完全にもうこれだけを買うっていう、ちょっと安く買うっていう感じの買い方でございます。そして2つ目、こちらのコーヒー豆セット、こちらにはあのドリンクチケットついてるんですよ。そう、ただ、ドトールの全店舗でこれが買えるかって言ったらそうではなくって、お店でコーヒー豆を販売している店舗のみ、こちらの福袋が、販売しているみたいですね。で、この1800円のセットにはまずこちらね、じゃーん、2種類のコーヒーブレンドが入っております。しかも豆か粉か選べるんですよ。そこも嬉しくないですか。
やっぱ豆のままの方がこのガリガリ削るものがねあれば香りが逃げずにフレッシュにその時にね美味しいコーヒーが飲めると思うんだけど、そういったものがない方はやっぱり粉にしてもらった方が簡単にねコーヒー入れられるからそっちの方がいいと思うし、その両方が選べるっていうのはすごくね嬉しいなと思いました。まずはマイルドブレンドコーヒー、これが一番ドトールのスタンダードなのかな。さっきのこれと一緒で甘み、酸味、苦味のバランスが調和したドトールの代表的ブレンド、こちらがまず一つ入っているでしょ。これがですねドミニカンブレンド2021というもので、この2021年の福袋の限定のお豆になっております。ドミニカ共和国から選び抜かれた豆を使用していて、ドトールのブレンディング技術により調和の取れた味わいに仕上げました。ほんのり香るフルーティーな余韻をお楽しみくださいということで、ね、このパッケージもね限定のパッケージとなっております。でこちらもねタリーズの時にご紹介した時と同様ですね、実際に母に今入れていただいて、味見をねしていきたいと思います。お母さんお願いします。で入れてもらってる間にですね、ドリンクチケットねこちらご紹介していこうかな。じゃじゃーん、5枚のコーヒーチケットが入っております。これすごいお得だと思うんだけど、ブレンドコーヒー、アメリカンコーヒー、アイスコーヒーの S サイズいずれか1杯を無料でお楽しみいただけます。1800円でチケット5枚ついてて、でお豆2袋超お得じゃないですか。で入ってるものはもうこれだけなんですよ。スタバとかドトールの福袋ってコーヒーとかコーヒーチケットももちろん入ってるんだけど、他のねものもいろいろ入ってるじゃないですか。で、そういうのもあって結構価格帯的にはねこう高くなってしまうけども、ドトールはコーヒーだけっていうふうに限られてるから金額的にもそんなに高くなく手が出せやすくって、でちゃんとコーヒー好きな人には満足できるっていう感じのね福袋なのかなっていうふうに思います。3400円のセットからはですねちょっとおまけもついていて、オリジナルサーモタンブラーとあとオリジナルキャニスターっていう、先ほどのコーヒー豆が全部丸々入れられるカンカンですねがついてたりします。でこのサーモタンブラーはね蓋とかはついてないんだけれども、ドトールで買ったコーヒーコップをそのままポコってこうはめるとコーヒーがこう冷めにくくなって飲めるっていう感じのものだったりとか、なんだかんだこう中身が分かってるものだったら実用的なものの方がやっぱ福袋ってすごいいいなって私は思うから、そういうね人にとってはこのドトールの福袋ってすごいねいいかなっていうふうに思いましたね。またまた可愛いカップでねお母さん入れてくれました。どう入れてみてどうだった？なんかもう私香りがすごくここからでも感じたんだけど、お豆から引いてるので、やっぱり新鮮じゃない、すごく綺麗に膨らんで、あ膨らんだんだ、そうすごく綺麗に膨らんで、虹色の油の部分が少しこう見えてる方が絶対に美味しいのね、キラ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 輝いてた。どっちも両方とも両方とも、すごい。じゃあ豆本物ってことだよね。そうお豆だからね、なんかこういう風に売られてるものでもさ、なんかぶっちゃけいいところのブランドでもさ、虹色にならないものもあるじゃん、それはパッケージの袋の中にいつ入れたのかに。ああ、じゃあちゃんとこのお正月用のこれはもう本当に最近引いて入れたんだろうね、購入する人も、新しいもんだなと思ったら、冷凍保存おすすめなの。あそうだね、そうそう、うち私も今やってるんだけど常温で保存じゃなくて冷凍庫で保存するとこのフレッシュのまんまちゃんと冷凍保存できるので、じゃあどっちからいきます？マイルドブレンドからいきましょうか。いただきます。いただきます。あー飲みやすい、すごい飲みやすくない？酸味ゼロ。私はすごい好き。多分コーヒー好きさんにはちょっと物足りないのかもしれないけど、じゃあこっち行きます、限定。全然違う。あー、紅茶みたいじゃない？わかんない。いやでも ここまでの差があると楽しいね、前回のタリーズのコーヒーってそこまで大きい差がなかったじゃん、これ酸味あるけど酸味が苦手な私でもそんなにこう癖がない酸味、こっちだったら本当にミルクねたっぷり入れてカフェオレとかにしても美味しそう。じゃあぶっちゃけさ、前回紹介したこのさタリーズのこのブラジルとペルーとドトールの
限定とマイルドだったらどれが好き？お母さんはどっちかって言ったらキリマンジャロとか、うん、そういう酸味であるものが好きなの、うん、だから断然今この赤いパッケージ、あーこれの方が好き、が1番、2番がマイルドなその茶色いパッケージ、うん、これお粉じゃなければ、あ、そうなんだよね、お豆だったら、そうなんだ、私選べると思ってた、うん、タリーズのって、うん、それで言ったらこれとかもまた全然味違うかもね、もうこれがこれのドリップコーヒー、あ、そうなんだ、なんていうものなんで、じゃあ入れてみましょう後でそうだね、でもやっぱり豆は美味しいわ、豆で入れてるものっていうのは全然なんかフレッシュさが違う、いやこれ面白かったね、結構私的には面白かった、こんなに味違うんだ、こんなに味違うものがセットで入ってるってすごいなんかお得感感じられると思います、プラスコーヒーチケット入ってるんで、でドトールの福袋はですねもうすでに発売していて、もうなくなり次第終了なのかなっていう感じだと思うので、気になった方はぜひぜひチェックしてみてください、ということでまた次の動画でお会いしましょう、バイバイ。